で温かい声援とご協力をありがとうございました。お忘れ物がないよう気をつけてお帰りください。お客様にお願いします。ゴミの回収にご協力お願いします。電光掲示板側出口にコンテナを準備しておりますので、そちらをご利用ください。バックスタンドの生徒の皆さんは必ず清掃活動を行ってから退場してください。本日はご声援誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないようお気をつけください。ありがとうございました。